と思った。めっちゃでで。って思ったよ。まいっちて。猫、たっくん、ありがとう。応援してる。ありがとう。ゆなちゃん、ひーちゃん、今日もかわいい。嬉しい。切ってるの分かるよ、本当？やっぱ分かるか？そう、髪切ったんだよ。短い方がやっぱ好評なので、まあ1センチちょっとだけど、結構ね、で本当に全然違うんだよね。カメラいつもさ、こっちこうやってるから変な感じ。ちょっと今充電してるから変な感じですけど、いつもと違うアングルでお届けしてます。昨日だけリップ変化って、嘘マジ？ちょっと待って待って、なんで？なんかね、お姉ちゃんがねリップ変しとったらしいんだ。そうしとったらしくて、でも私帰ってきてないんだけどって言われたんよ。でも私には表示されてないんよね、それが。教えて、教えてほしすぎ。来てないなと思ったよね、きのちゃんから。どうして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 、いいよよね、いいよ。鍵とかつけてない？これ全部さ、こう全部見てってさやってるからさ。そう、姉ちゃんまで帰ってこんかったって言っとって。どれ、どこどこ、どうしてどうして、私の全部ね一回確認したんよ、全員したかなと思って。したらやっちゃったんだけど、あれどこ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 なの、どこすぎるよ。教えて。みーちゃさんあった、ありがとう。傘閉じてな、暗証前。そうそう、暗証もあるからね。みーちゃさんあった、ありがとう。かやまちゃんピカピカありがとう。じゃげにさんありがとう。ピカピカありがとう。かんさとあるさん、ありがとう。かやまちさんかわいい、ありがとう。髪切ってなかる、嬉しい。ほかにピカピカありがとう。お疲れ、ありがとう。かやまちさんありがとう。嘘だよって、ありがとう。グニあんた、ありがとう。はい、ひびきさん結婚して、嫌だ、結婚しないよーって。昨日マイケルさんツーショット、私との、なんでなんで。ひらばさん嘘だよ、ひーちゃんのベッペ変化ありがとう。こちらこそ、すごく可愛いです、ありがとう。さっきピカピカありがとう。通知、わかんない、通知っていうか引用ね、とこ押して全部見とるはずなんだけど、あれどこやってないっけ。ちょっと待って、ゆきなちゃん見てないよね、どこ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 、うんうん、どれ、何時ぐらいにしたかな、これね。そう、もしかしたらだから、あのできてない人が数人いる可能性ある気がしてきたんよね。でも待って、ほらいないんだけど、どういうこと、どういうこと、どっか違うとこ、この響きの教えて、対処法教えて。これのタナトルくんあった、ありがとう。今日のバズるショット、今日のバズるショットになって、そうだよ。さっきあった、ありがとう。そう、お姉さまも新アカウントだったら表示されない可能性がある。あ、そういうこと、表示可能、うん、表示されてない、なかった、引用には。うん、アットマークしCAW、 あ、出てこないか。
当だ。調べたら出てきた。これ返すね。返すね。嬉しい。嬉しすぎる。これは嬉しい。スクショしちゃった。ありがとう。返すね。これありがとう。ごめんね。もしかしたらこういう人が結構いるかもしれない気がしてきたよ。怖いな怖いな。もしできてない人がいたら言ってください。返すね。嬉しすぎ。ちょっと待ってね。ちょっと待って、マネージャーさんに言わないと。ちょっと待って、返すね。今日か明日には返すから待っててね。可能性ありすぎる。可能性がありすぎる。できてない可能性が。そういう人は言ってください。お願いします。なんで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 なぜなぜなの、なぜなぜなの。マイクさんビカビカありがとう。リプしなきゃ。リプして嫌です。リプしてない人はリプないです。お姉さまのはもうね見れない、もうないから。マイキさんありがとうありがとう。お花マイキさんこんばんは。ありがとう。お姉ちゃんのはね本当にね、もうどのアカウントか多分全然わかんないと思います。もう全然姉ちゃん使ってないのでアカウントなので、もう無って感じです。うふちゅんちゅんちゅん。たらたらくピカピカありがとう。かわいい。ありがとう。森氏さんポップコーンありがとう。新アカウントだからかなと思って認証してた。ありがとう。ありがとう。その可能性高いかも。姉ちゃんは多分あんまり最近のアカウントだからあれだ、あれかも。ありがとう。ごめんね、きのちゃん。するね、明日か。明日か、今日には返すね。マネージャーさんから OK。出たら。ありがとうね。一日の米編のついて気づいたのが3日のお昼。またお時間あればお願いします。あらま、はい、まあ一滴はしないですけど一滴で。ありがとう。トッペさん顔もきのさんありがとう。きのちゃんピカピカ。しおりさんラビュー。んちゃんラビュー。ゆうたさんそうだよありがとう。まるさんラビュー。リップもっと何すればかと。何誰が仕方。いやきのちゃん返すからね、待っててね。ごめんね。あれのイーロンマスク、イーロンマスク最近早めの時間の配信多くて見れんかったから今日ゆっくり。あ、よかった。で待って、ここになんかいらないニキビができてきてる記憶気がするよ私今。まあでも今日 DHC のやつを買ってきました。肌荒れを直したくて。今日ちょっと今ね絶賛模様替えをし始めているんですよ。なぜ今からという、ちょっと前ぐらいから模様替えし始めて、だからちょっと場所が違ったりとかしてるんですけど、もうあのねあのお部屋がね大散乱中です。まだはい、今ねしかも机の足が折れたりとかしてるから結構ちょっとうざピーナッツかもしれない。ひろしさん本当ありがとう。でそして私は今日なんだっけ、家計簿みたいな感じのことをするので、まあその様子を見てくれたらいいなって思います。ごめんなさいね、ちょっとこれしなきゃいけないので家計簿みたいなさせてください。はい、ちょっと大事なんで。ジュジュンジュジュン、響きの電卓でーす。響きの電卓めっちゃ裏に落書きしてあります。
久々に電卓を使います。私の早打ち見ますか。早打ちよいしょ。さんありがとう。したくひーちゃん響きのポストして、えっ、それも通知来てない。じゃあ通知来てない、なんでかな。でもなんか時々ね、そういう人いるんよね。そうそう、ごめんね、見れてなかったかも。ハッシュタグひゅいちゃんに響けでも出てきてない。そうだっけ、今さっきアカウントを開いたら見れた。そうそう、ひろしさんありがとう。インスタポストしかリプレイなかった。今日またインスタ、え、小山内さんも。ちょっと待って、なんで、ほんまにごめんな小山。え、小山内さんは何、小山内さんはアカウント名は何。え、出てこない、なんで、助けて、もうなんで、なんでなの、なんで小山内さんも待って待って、なんで私のところには一切通知が来てないよね。通知っていうか引用、引用にさあるじゃん。え、ごめん、できてない。なんで、なんでそんな人がたくさんいるんだろう。でも言ってくれたら返すから、あのアカウントを教えてくれたら嬉しいかもしれない。なんでだろう、なんで、なんで、なんで、本当になんで、なんでかなね。みんなに、このやってくれた人にはリプ返するってあれ知ってるから するので言ってください。ちょっとショック。なんで、なんで出てこないの、ごめんね、できてない人。あ、マネージャーさんいいよって言ったんでちゃんと返しますね。ゆっちゃさんすでありがとう。ひろしさんありがとう。小山内さんよければアカウント、なんだっけ、ユーザー名教えてくれたら嬉しいかもしれない。出てこない、小山内さんのやつも。佐藤さんビカビカありがとう。やしーさん、シェアアカウントだと設定次第で非公開な、あ、そうなんだ、そっか、出てこないか、マジか。あ、出てきたよ、ゆきなちゃんの出てきたからそれは返すね。一旦アカウントをね、カチューシャ全部、え、全部お揃いなのこれ。アイボリーとバッグたちもカチューシャたちもお揃いな、え、かわいすぎ、キャワすぎ、キャワキャワすぎ、すんぎ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 、嬉しいな。ま、何を買い、リプもらってないか、同じ現象、ああ多分そうだと思う、そうじゃない。うん、返すよ、返す返す、当たり前じゃん、返すよちゃんと。なので言ってください、皆さんお願いします。言って、本当にそれは申し訳ないから、言っても絶対にメモしとく、絶対忘れない。ひーちゃん真面目よ、それは返しますよ、言ったことはしないと。優しくないよ、当たり前だよ。ありがとう、こちらこそありがとう、ごめんね、本当にできてなくてごめんね。さあリプワイが返します、なんでやねん。え、小山ちゃん教えてね、優しくないよ。時間を許してください、ひーちゃんファンの方も。いやいや、ちゃんとね、あのリプ編ね、時間内にやってくれてるわけでね、携帯のアカウントのあれがあれだったから誰も悪くない、誰も悪くないから当たり前に返しますよ、当たり前に返すよ、普通に考えて。しかし1日に寝てくれてるんだもん。ほのぼのできた、ありがとう。ほやられちゃった、ありがとう。
褒めてくれてありがとう。えさこさんだるまありがとう。カンペさんピカピカありがとう。いいちゃんにパリウッドにカレーのサラメがほら、いやもうだからカレーは作らない。だからカレーはなんかもう一日で食べきるから、もうさ、いやもうこっちに来てカレーは一回しか作ってない。毎日ちょうだい、あげないよって優しい世界へ。ちゃんちゃんピカピカありがとう。リペンあとこちらこそおやすん。新一さんピカピカありがとう。見つけてよかった、嬉しい、ありがとう。逆にだよ、見つけてくれてありがとう。ラピュー片付けはたかりました。はぁ、かとってないです、かとってないです。で私は今からちょっとはい、ちょっとレシートをね、なんかちょっとレシートが少ないんですよね。でもあ、今日またねカチューシャ買ってきたんですよ。カチューシャとこのなんかこんな感じのカチューシャと、これなんかこうピカピカハーフアップツインツインにこうした時にここにつけるように買った、あう、そう、可愛いかなと思って。髪の毛短いとねこういうのが大事だから買いましたって感じです。やっぱ美容室っていいですね。美容室いいよ、ほんと。これは違うレシート。そうね。ピカピカありがとう、ダッサン応援してる、ありがとう。サハナ配置変わった。うん。さばいてる。え？さばいてない。髪の切り剃れたラインめっちゃいいでしょ？めっちゃいい。今回の美容室は違うところに行ったんですけど、美容室空いてなくて、この間来たとこが。で今回行ったとこめっちゃ良かった。めっちゃ良くて、そこに通おうかなって。でも宿毛矯正やってないんだよね。宿毛やんないと結構癖がねやばくなってきたから、そう、家計簿的なやつ、まあ家計簿じゃないけど家計簿的なやつ。でも今年からまた家計簿を始めようと思います。はい、そう、手伝いした。ほんと KHK さんピカピカありがとう。いらないニキビといるニキビがあるんですか。いらないニキビ、いや全部いらない。マロ持ってる連絡と一緒。これ高いよね、これ学校ので商業の時にあれしてるやつ。そう、たらたらくれない、ありがとう。顔なし、何顔なし電卓って。小山内さん、くまちゃんありがとう。どんながねるさんもいいよ。え、小山内さんどうにか、私はあの小山内さんのリップも返したいんだけど。何しろやつは2回ツアーしか見に行けないけど、どっちもひーちゃん参加して、そうなの、ショック、それショックすぎ。そう、私は神戸、兵庫と山口に出演します。ありがとうございます、ありがとうございます。楽しみです、めちゃめちゃ。まあどんなことをするかわかんないんですけど、全く。でも言うても4月ですからね、まだ始まってないんですよ。私たち何をするかも知らないし、イヤチュとイチゴとサチと、嬉しい。そう、はい、猫ありがとう。ありがとう、チー褒めてくれて嬉しい。たんです、めっちゃチー綺麗だった、本当にありがとう。嬉しすぎ、嬉しすぎた、ありがとう、尊い、ありがとう。つなむさんありがとう。キーも絡めたいな、立ち位置に不満があるな、話聞きますよ。いや不満ないですよ別に。はい、テレビューなんでと言われても、ゆっちさんビューリペンありがとう。こちらこそ、キヤボボキさん、キヤの実力にしてください。嫌です、無理です。もうボキなんてもう忘れました、持っていても忘れますから意味ないです。ピカピカありがとう。ブロックしてません、サラサラありがとう。めっちゃサラサラ。なんかさ、今日さ、なんか知らない人にさ2回も話しかけられたんですよ。知らない人にね、なんか話しかけられて、髪の毛サラサラですね、美容室帰りですか、あそうです、ありがとうございますって言って。そう、いればさひちゃんよろしい、ありがとう。
白崎さん、ラブユー、かわいい、ありがとう、かわいい、あとチーク買った、あ、届いてない、それ届いた、それ届いたよ、あ、違うか、届いてない、え、ん、それはショールームで聞いたんか、ん、トゥン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 、なんで見れないんだろう、ショックすぎるんだけど、なんで見れないの、本当になんで見れんの、助けて助けて、助けてほしいな、それは言っていいやつなの、うん、なんでだろう、あれの教えを教え、俺の教えるの、うん、4月29日の東京応募してよ、ありがとう、そっかフェスか、4月29日、待ってちょっと待って、ちょっと待って、やばくない、響のお姉ちゃんがね、小山内さんのやつを私も見れないって言ってる待って、ちょっと待って、いろいろ考えたらやばくない、待って、4月28日にさ7周年があるんだよね、4月28日に7周年の前座があって、私はで29に東京のフェスがあるってやばくない、チャン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 、え今よく思ったら、やばくない、えん28じゃないっけ、あれやっぱり、そうだよね、2日間続けて、大丈夫かな、なんか大丈夫かな、しかもこの1週間後はもうフェスなんですよ、やばくない、頭がごっちゃになりそう、やばそう、やばいかも、結構結構やばいかも結構やばいね、やばい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 、頑張りたいと思います、まあたくさん予定が詰まっていた方が嬉しいですね、ってことはレッスンも山積みってことですかね、指定次第変わってしまう方はいるみたい、あ、そうなの、あら、まあ、そういうことがあるのは嫌です、ロコポコさんピカピカありがとう、猫ハットありがとう、イエチさんピカピカありがとう、この前ひいちゃんと遊びに行った夢見た夢見たの、いいね、ライスさんピカピカありがとう、ロコポコさんポポコありがとう、アイドルのアカウントアカウントは設定は割と厳しいなっていう通常だから、あ、そうなの、どういうこと、ひかせひいちゃん見ると明日も頑張る、頑張ってね、お仕事どう、順調、頑張って、ラーメンカレー食べに行こうか、いえ来ないで来ないで、てんてんさんピカピカありがとう、お、待って小山内さんの、ちょっと待ってね、小山内さんのも調べてね、他にいない、マジで誰か本当にあったら言って、出てくるかな、出て、待って待って、ユーザーすら出てこないんだけど、どういうこと、こうや、ま、DTDTI10、アカウントすら出てこないよ、助けて、助けて、出てこない、なんで、KOYAMADDI10、 待って検索履歴が、検索履歴がありません、検索結果はありませんって言ってた、どういうこと、出ないよー。
なんで？この誰かが当選おめでとうございますって言ってるあの返信先を押したら出てきたかも。天才、私天才かも。これ待って、小山内さんの見えない、これセンシティブな内容に含まれるって書いてあるねえ、こういうの多いんだよね本当に。見えないよ、なんでかな、私結構これなるんだよね。見えない、見えない、ごめんすぎる、ほんまに見れないよ。なんで、なんでなの、小山内さんのなんか全部見れないかも、結構。なんで、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 助けて、私見して。え、確定申告じゃないよ。かわいい、ありがとう、作ったカレーあれそこに入れないと。そうそうそう、そうなんよ。いや、かわいいでしょ、こっちよ。じゃあ、かわいいでしょ。そう、じゃあ岡山行く予定だったけどひーちゃんいないから初めに兵庫行こうか。から、兵庫来て、お願い、兵庫来て、かなちゃん、兵庫来て、兵庫に来てください。来てください、マジで来てほしい、見に来て。なんかいいやん、カチューシャと風邪ひなんてアイドルの醍醐味。そうだよ、カチューシャも可愛いでしょ。1回遅れたが、何、まあ、バージンボーン10周年、何それ、髪いい感じでしょ。たっくん、そうだよ、ありがとう、パーカースコ、パーカー。恋なんて無縁な。歌唱力出ますか？迷ってます。出たい、めっちゃ出たいんですけど、めっちゃ出たいんですけど、なんか今そんなに実力があるわけじゃないからどうしようかなって。まあでも挑戦数だけしてもいいかなって思ってる。まだ期間はあるのでちょっと考えてあれしようかなと思ってる。そう、でも多分出ますよ。まあ多分予選で落ちますけど。ゆきさんに髪切ってもらえて、ぬかすになりました。髪切れません。ゆきさんに仕事聞かれましたか？あのね、お話ししてたら普通にアイドルだってバレました。はい、普通に普通に、やっぱなんかこの髪の毛とかいろいろこう説明するともうなんかもうね、そうなっちゃうんですよ。それでバレました、アイドルだよねって言われて、ああみたいな、あ、はいみたいな、そうですみたいな感じになりました。そう、そうそう、で今日ずっと美容師さんに、どうしましょう、髪の毛どうしたらいいと思いますか、なんとかいいとかずっと言ってたんですよ。そう、チャレちゃん、ジュイちゃん、おちょー、あれ本当少し髪で整えたよ。そうだよ、だからアバターがツイッターで飛べないよ、声全然。本当嬉しい、嬉しい、たたくさんお疲れ様、死ぬもありがとう、おちょー、嬉しかった、私も嬉しかった、ありがとう、ありがとう、翔さんありがとう、こういうキーさんかま、なんばかな、ナンパ、ナンパかモテる、いやいやいや、軽い軽い人に見られてってことですよ、嬉しくない。ふふ、さあ一般販売始まったね、年だって誰から出てくれるの、私も分かんないね、私もどのぐらい前座するのか分かんないから、たくさんやりたい、本当に話しかけてる、多分キャッチ、キャッチとかじゃないんですけどって言ってて、ちょっと本当にやめてくださいっていう、ファンの人だったら嬉しいのにさ、全然ファンの人じゃないからさ、すいませんって言ってファンの人かなと思ってニコってさ、あのするんですね、する、ニコってするかな、いやわかんない、はぁみたいな感じでなったんですけど、あこれ違うなって思って、はいはいはいって感じで、あれちょっと大丈夫だよ、大丈夫だよ、そういった感じで、もう誰かファンの人と私は出くわしたいよ。うん、さん本当に話、声かけられるって言ってた。そう、もう
もうって感じなんですけどね。今気づいた。ほんまよく声何何売れっ子です。売れっ子じゃない。はい、ありがとう。気づいてしまう。そうやねんな。東京6時過ぎ必要。あ、そっか。ってことはさ、兵庫にいるわけじゃん。兵庫から東京に行くってことかな。おお、かずぽさん偉い、ありがとう。ミキ、ミキアネって2番目が口悪い。でも、うん、まあ、うん、逆にフェスあるけん神戸コント思ったけど、あ、逆に、あ、なんか書いてあったね、見た気がする。それがね、そう、そのなんかそれを見て、私は神戸なんですねとか思ってたよ。今日したらビュー疲れ口ですね。こんにちは、ガストトールさん、ありがとう。ゆうなさん、こんばんは。ピュアリー DM 欲しいかも。あげません。ツイート、知る側のツイート。あ、そういうこと。なんで川町さんの角前を見れてます。なんでなんでだ。角さんはありがとうございます。ねえ川町さん、私に見して。見たい。私もなんて書いてるか知りたいから、リプ編もしたいから、どうにかどうにかお願いします。おやさん、ピカピカ、ありがとう。やついけるの、絶対いけるの確定してる。山口ひいちゃん出るの嬉しい。嬉しい。じゃあ見てもらえるってことだね。ありがとう。めっちゃ嬉しい。嬉しいよ。嬉しいよ。しんさん、こんにちは。ラピセンさん、ハートありがとう。絶対プライバシーと安全。あ、変わりま、あ、そうなん。鏡よ鏡よ、答えちゃって。ドゥルドゥドゥルドゥドゥドゥルドゥドゥ。なんだったっけ。ドゥル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 。ドゥルドゥドゥルドゥドゥドゥ。ドゥドゥルビンバンバビンバンバビンバンバブ。ドゥンダンダドゥンダンダドゥンダンダドゥ。ドゥンダンダドゥンダンダドゥンダンダドゥ。ドゥルドゥドゥルドゥドゥドゥ。ドゥドゥドゥルドゥ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 ルドゥ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 。ヘイみたいな感じだね。あじろうさん、ピカピカ、ありがとう。チルクリーム挑戦してみ、うん、挑戦する、多分多分ね。でも本当ね、 2月ぐらいからボイトレに行く予定だったんですけど、なんか入れてくれなくて。え、入れてください、普通に考えて。そう、それだったら個人で行きますかなって感じなんですけど。そう、その配信と聞いたと上手だったら頑張ってほしい。恋愛頑張りたいと思います。まあ予選落ちするのは、まあ今のところはまああると思うんですけど、まあでも挑戦はやってみようかなって感じ。いくら嘘つけない。そうだよ、嘘つけない。広島何周年ツアーの日休み取るね。ええー、ありがとう。この犬さん、ラビュー。今日は黒響きで。そうだよ、この髪のこと答えたらアイドル。どういうこと。得意な歌ありますか。ミヤさんの歌が得意です。つのまさん、おってひーちゃん、トゥデイかわいい、ベリーマッチ、ありがとう。パンケーキさん、パンケーキちゃん、もう私はそのパンケーキで、なんかこのかわいいさ、アバターでなんか分かったけど、リップくれた、リップくれたパンケーキちゃんかな、なんかわかる気がする。結構リップ覚えたんですよね。ひびきさん、浜田さんとこ、え、可愛いか、え、マジさ、髪型めっちゃ似合ってる。ほんとほんと髪切っていいよ、よかった。知恵で壊したいから、か、神奈川県に来てください。いけないです、同じ会なら会える。確かに、ね、それネスミなんだ、もう懐かしいな。ひびき、ハンドリとかでファンに話したことないです。ハンドリでファンの方に会ったことない。ひびきさん、歌うまいの。いや、そんなに。カマセンターさん、看板は、え、違う、ハステボス行きたいらしいですよ。行ってください。私はハステボスはもう何回も行ってるんで、バイトでも行ってるんで。ボスペラーズの黒沢さんに勝力を解説楽しみにしてます。リプしたいね、もらった。あ、そうなの。はい、コメントしてくれ。神戸決まった、うん、多分。本当にガーナの皮は食べたことありますか。え、食べました。でも結構行けたかも。うん、ぜひ決めぬるん。カピカ、しんいちさん、ありがとう。団子だるまか、あべを見て、ありがとう。そう、あのね、本当に結構あの TGC
の熊本 TGC 熊本すごい私ショックで、あのお話し会のあの前の日に収録だったんですけど、もう本当に結構ショックすぎてやばかったですもう TGC に出れる、そのクロちゃんをでなんとかなった人は3人だけ出れますって言われて、あ終わったと思ったんですよ。私的にあなんか無理な気がするなって、無理な気がするっていうか、もうしかもさ、もうね、そんな TGC 出れるっていうのが特典だとも思ってなかったし、あうわーマジかっていうあれで、なんかもうショックでしたもう結構ショックで今思い出しも泣きそうです。もう普通にさ、それ聞いた瞬間もう泣いちゃってそう泣いちゃって、なんかもうショックすぎて、うわマジかと思って、そう、それでだからそのクロちゃんの A グループが一番最初始まった時に、私本当にその直前で泣いてたのでだからもう顔がね、ちょっとね、ちょっと泣いてる顔してたんだけど、まあ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 分かんなかったかなっていう。でもなんかそう、なんかね、そのことし、なんかもうそのことしか考えられなくなっちゃって、もうなんかショックでした響きが、あの響きはね、あの TGC のオーディションも受けたこと、一番初めて受けたのが多分 TGC のオーディションだったかな。なんかそう、もともと美容学校行ってる時に、前も話したんですけど、美容学校行ってる時にファッションショーに出れなくなっちゃって、それが本当に悔しかったのが、芸能人になったらファッションショー、ファッションランウェイを歩けると思って、もうそれだけで芸能人になりたいって思ったんですよ。でそれでまあ、もともとそのアイドルも好きだったし、なんかちっちゃい頃なりたかった夢がアイドルだったから、なんかじゃあ今人生今しかないから、いやじゃあやってみようと思って、で占いに行って、アイドルが向いてるよって言われたから、じゃあアイドルになってなろうと思って、でアイドルになってるんですよ今現在。だからもうそのなんかもうショックが大きかった、すごい。そうなんですよ。だからお話し会の前の日とかもう本当にあのほぼ泣いてましたねお姉ちゃんにすごい LINE して、もうショックすぎて、もう無理って言ってた。そう、無理って言いながら言ってました。ショックだったんですよ、めちゃめちゃショックすぎましたあれは。でもまあだから余計あの次の日のあのお話し会の時に発表があったじゃないですか、幽体離脱とかなしばで披露できますみたいな。まあもうそれで出れるってなって、すごい嬉しくて泣いちゃったんですけど、でもその出れるのも嬉しいんだけど、私はすごい歩きたかったから、すごいまあ悲しい気持ちではあります、半分で。でもまあこれをバネにね、次はあの呼んで、自分がこう響きを逆にその自分でこうあれとかじゃなくて、そういうクイズ式とかじゃなくて呼んでもらえる、次このハンヒヒさんがこうあれするっていうやつで呼んでもらえたらめっちゃ嬉しいから、そうなるために頑張ろうと思います。はい、なのであの、はい、今回の TGC は歩けはしないんですけど、もうそこにね、ステージに立てるだけでめちゃ嬉しいから、嬉しいので、それだけでありがたいことなので、はい、まあ、次はねそこでまた歩けるように頑張って努力して夢を絶対に叶えたいと思います。
もう本当にそれが一番の夢なので、まあ、頑張ります。そうなんですよ、ちょっと思い出したいけども泣きそうだからやな。かやまちさん、ボブくんありがとう。じゃあピッカピカありがとう。なおさん、ピカピカありがとう。カメ申し込みしたありがとう。そうや、やっぱちゃんと見返し、ちゃんと見て返し、見て返したし、ちゃんと見て返したし、ちちん、そうです、嬉しい、ウェブありがとう。こちらこそ嬉しい。パンケーキちゃん嬉しいよ。パンケーキちゃん、そう、パンケーキがすごいね、印象に残ってて、ありがとう。リプありがとうね、ありがとう。収録出ますか、多分出ると思います。あてちゃんとありがとう。小平さん、かわちありがとう。あてちゃんとありがとう。泣いた。そう、神戸スペシャルだったから行くで、楽しみ、来てくれてありがとう。 LT 泣きましょう。ほんと LT ぜひ呼んでない方は呼んでください。兵庫手間口申し込んでなくて、姉妹グループ枠申し込んで、兵庫行こうか迷っちゃう。来てよ、来て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 くださいな、来てくださいよ。ジェッジ嘘あだよーって、ありがとう。イッチちゃんとありがとう。機械ブラさんな、ビューヒッチャーのラーメン誰よりもかっこいいよ、絶対に夢叶える。叶える、もう絶対に叶える。うん、本当に歩くの大好き、頑張ります。出身出るようにかけながら応援します、頑張ります。テイさん、ランビューピカピカありがとう。甘しを彼女にしたいならじゃなくて、私を彼女にしたいならじゃない、私を彼女にしたいならだってね、スーピンまで愛してね。前踊ったことあるんですよ、私友達と、中学校か、中学校の時にあの狼くん見てて、でなんか TikTok とかでこうやって、私を彼女にしたいなら夢なんか見せないでねみたいな感じの振り回したことがあります。これ沢さん大好きだから、これ沢さん大好き。急にピカピカーありがとう。クリストンさん、クリプトンさんありがとう。素敵、お疲れ様さん、お花だるまありがとう。やりたい時あってもやめないで、やめないよ、やめないです。お疲れ様さん、ありがとう。上にレインボースターありがとう。大丈夫です、私には叶え、絶対に叶えたいと思ってる夢が何個かあるので、それを叶えるまでは一応やめないつもりです。知らないね、あなたはつけまの矢が向いてますよって言われたらが今頃つけまの矢ですか。うん、それはない、芸能界目指してると思います。のばいちさん偉い、ありがとう。泣くの意外すぎて、本当本当に本当に泣くぐらい本当に嬉しかったんですよ、あれは。はい、方ありがとう。お疲れと、ちゃんとありがとう。先生の話、分かりれそう。そう考えたら、分かりれ。はい、見たいって聞いてくるね。うん、全然いいんだよ。そう、でも絶対来た方がいいよって言ったのは、リュウチが出るから、来た方がいいよって言ったんだ。そう。カミリア・ケイさん、偉い、ありがとう。よし、頑張るぞ。頑張る。次主役で勝ち取ります、頑張ります。いーちゃんの夢を応援してください、応援し続ける、ありがとう。神戸申し込む、来て来て、つなまえさん応援してる、ありがとう。バイトありがとう。神戸当たってるの頑張って、頑張る頑張る。ゆたさんありがとう。いーさん、ランピーゆかやまちさん、レインボースターありがとう。昨日は会社仲間とお花見久々でした。嬉しい、それはいいですね、お花見したい。私もひーちゃん、くんない、あ、くんない、いける、頑張ろう。ありがとう、ありがとうね、本当にニャッティありがとう、ピカピカ、あー頑張る、マジでありがとうね。いつかひーちゃんのラーメン絶対見届ける。嬉しい、ありがとう。頑張ってラーメン立てるように頑張ります、本当に頑張るね、めっちゃ頑張りたいと思います。ヒッチラビューって、歩くの大好きとったら、歩くのが大好きってか、ラーメンするのが好きなんですよ。ちゃんと見たよね、リプ間違え、ちゃんと見たもん。
ちゃんと見て、ちゃんと見たよ。見たけど、なんでパモ、私はもうパモ、ちゃんと見たんだよ。カノサランビュー、ありがとう。ワンコドーさん、こんばんは。29、東京行きたかった。予定出るの少し遅いで、まあ確かに、それはそれな。ね、目標ってかっこいい。ちゃんと目標あります。夢叶えてから絶対叶えます。こんばんは。本屋さん、ピカピカ、ありがとう。いいちゃん頑張ってる見て、私卒しないで。両がむ、しないで。しないで、通業しないで。ゆとさん、ありがとう。しんいちさん、誰もありがとう。花より、団子。団子より響き。ラーメンいいね。坂井市今日、嬉しい。今日は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 今度のチケット有効ってたら完売になっとった。あらあらま、完売になっちゃってたんや。ラーメンは人気なんですね。神戸もしかしようかなと思ってるけど、して詳しく、でも来たら、でも東京のフェスもあるしね。東京のフェスはてかリプ編乗り遅れた。あら、じゃあまた次回した時にぜひぜひ、まあ次回するかは分かんないんですけど。ラーメン歩く、たまにラーメン歩くじゃないよ。 KB の18期に昨日のメンバーいますか。うーん、名前なんだったっけな。待って、あ待って、もう終わっちゃう。ちょっと待って、56分です。ごめん、あのあれです、国境のない世界を歌った、お名前がちょっと今出てこなかった。今ふと、そうありがとう。そうじゃあ、では13位から、ヘビあつきちゃんなのかな。一人でさ歌っててすごい、しかも可愛いなと思って。そうなんですよ。じゃあ、では13位から読んでいきます。では13位ゆういちさん、12位ゆうたさん、11位ザッキー、10位ションちゃん、9位ほゆさん、8位たっくん、7位さとさん、6位ひろしさん、5位ロコポコさん、4位オグリン、3位ツナマヨさん、2位タナタナくん、1位はデデンデンデデンデン小山内さんです。ありがとうございます。ありがとう小山内さん、ぜひよろしければ私が見れるようにしてくれたら嬉しいです。ありがとう。あのリプできてないやつは明日返すので、ぜひお願いします。明日見てね。ありがとう、見てくれてありがとうございました。ありがとうね。ありがとうございます。ではまた明日会いましょう。よし、ありがとうね、また来るね。ありがとう、パンケーキちゃん、ありがとう。実際見てみます、お願いします。よし、ありがとう、楽しかったです。好き好き。ありがとう、また明日ね。髪切ってルンルンのひーちゃんでした。嬉しいです。顎やっちゃった、顎やっちゃったよ。ありがとうございました。でここにちゃんと並べてあるんですね。じゃあみんなまた明日ね、バイバーイ。いや片付けます、今からちょっとだけ。でもちょっと明日早いのであれなんですけど、じゃあねー、いくら、待って、計算結局できてない。計算しなきゃ。じゃあまたまた、みんなまたありがとうね。計算できてないです。浜田響き計算しないといけないのに、レシートしかもないし。あー、もうガルさんありがとう、お疲れ、ありがとう。バイバーイ、バイバーイ。そう、全然やんない、喋ってたらもうできないんですよ、私一つのことしかできないから。
よく中学校小学校の時にやってたやつです。関節柔らかいです。バイバーイゆみ長い、ありがとう。